はい、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。今回半間先生のインジケーターを紹介 します、このシグナルなんですけども1週間の分析で17回出て17連勝してます。で、実際今後わかんないんで 89.2% と出てます。で、このようにねこれは5時あ休みの時間ですね休みの時間、5時から9時まで撮ってますのでこういうちょっとこれがシグナルこれが判定ですね赤点がでこれはここに出てんだけどこれシグナル17個あるんですけど全勝ですね全勝になってますこの稼ぐ方法としては勝率これ全勝のシグナルをね分析させるということが大事なんですね自分で作った戦略方法ねこのシグナルですねこれがパーフェクトであることこれ17連勝してるんですよで 100% だから全勝してるんですねこれ後ろ見てもねちょっと広げられないんですけどあの金曜日ですね今日21時なんだけども、今から1週間前まで17連勝して勝率 100% なんですねこのシグナルこの半間岩先生の投資戦略のシグナル 100% なんですよ勝率が1個も負けてないんです、ね、だから17個投資してるんで17個全部勝ってるんですねで勝つ方法はバイナリーオプションとか15分用のバイナリーオプションなんですけどねこれシグナルが出てから13分後こうね13分後に判定させるようにしてますだからハイアンドローシャー3つあるんでそのいいところをね選ぶんですね時間設定5分ずつですから周期ですからねで勝つ方法はこのようにたくさん1週間分でたくさんあって17個も取引があって全勝ので取引するということですね全勝ですこれで実質は 89.2% ですよって今後分かりませんか今後のシグナル同じような同じシグナルをね出すんですけど戦略方法ね、勝率 100% というので、投資していただきたいでこういうふうに全勝で出せるこういうシグナルを自分で戦略方法を探してください全勝このように17連勝してるんですねそういうシグナルをね作ってください見つけ出してくださいそうしますと全勝だから次も勝ちやすくなるんですね17連勝してるんですこのシグナルの戦略方法ね出てますでしょ 100% なんですで平均この利益ピップスが 83.4 ピップスこの幅1個あたりの平均が 83.4 ピップス非常に多いんですね。ね。で、とにかく、この実際はこれ 100% のシグナルです。この成績がね。それからシグナルをもらうということですね。大事なのは。これ全勝してるんですよ、これ。このシグナル。全部勝ってるんですよ。出ないけど、ね、全勝してるんですねこれそれで17個ですから17連勝してるんですねもうここまでねそういう 100% の 全勝である戦略方法を見つけ出してください今後分かんないからねで今後は 89.2% でしょうとこのシグナルだったらねということなんですね勝つ方法は
このように成績のいい 100% 全勝17連勝も出てるというのでのシグナルで投資すると勝ちやすくなるということです、ね、勝率17連勝ですこのシグナルはね。ということでね、半万葉先生が勝つ方法はこの勝率であるということですね。ね、このように勝率 100% の白文字になってますけどね、こっちは分析中ですけども、ね、こういう 53% とか 44% とか 56% とね、これは 89.2%、 実際は 100% で全勝してるんですね。というのを見つけて戦略方法で投資すれば勝ちやすくなりますということです。このようにね、ちょっとね表示が表示が裏側に入っちゃって困っちゃうので、タスクバーがね停止しなくなっちゃった。バーがね、ちょっと一緒があるかな。これ出なくなっちゃった。これ邪魔だね。ちょっとこっちやってない、ね。ということですね。ちょっとタスクバーを出したんでね。そういうことです。全勝の 100% で投資すると勝ちやすくなります。